節分草は、近方外科節分草属の多年草官名には、と青い、が当てられるが、中国語では別の植物を指す。地下に、球状で、計0.8から1.5センチメートルの暗褐色を、下階形があり、下からヒゲ根を出す。茎は高さ10から30センチメートルになり、その髪型に2個の形容が、無腹で隣生する。形容は、 長さ2から2 5センチメートル、幅3から5 5センチメートルになり、深く右上に切り込み、列辺は光線形となる。根室葉は、短なし、葉平は、長さ7から1 5トル、五角上円形で、長さ幅ともに1から5センチメートルになり、三前列し、さらに右上に結国する。夏季は2から4月。花は茎先に一重なし、白色で、 径2から2 5センチメートルになる。花柄は形容から出て、長さ0.5から1センチメートルになり、細かい縦毛がある。花弁に見えるのは、花弁状の学編で、普通5個あり、広大円型で、長さ1から1 5センチメートル幅1.5から0 8センチメートルで、先端は尖る。花弁は5から10個あり、先端は2列し、黄色から、 東高色の密線になる。湯髄は多数、有薬は泡紫色になる。髄は2から5個。果実は袋化となり、種子は計2ミリメートルになり、褐色で表面は滑らかである。日本固有種。本州の特産で石灰岩地を好む傾向があり、まばらな温帯化緑林の林内や山裾の半ヶ月などに生育する。和名、節分草は、 節分層の意で、早春に芽を出し節分の頃に花を咲かせることから、この名があるが、屋外での開花は、節分より遅い。種小苗ピンナティフィダは、右上中列のの意味。純絶滅器具2007年8月レッドリストから。以前の環境省レッドデータブックでは絶滅器具、通類可憐な花は、人気が高く、現在は、乱獲や、自生地の環境破壊によって、 気少植物になっている。節分層の自生地として有名な場所は埼玉県小川野町、栃木県栃木市、広島県小原市、山口県岩国市などがある。ありがとうございます。